はい、マスディビーでーす。はい、皆さん今日はですね、めちゃくちゃ美味しいお菓子をお土産でいただきまして、食べたらね、ものすごく感動したので、それをね、ご紹介してみたいと思います。まあ、お土産って言ったらね、いろんな地方にいろんなものあると思うんですが、皆さんどこのやつ思い浮かべます？まあ、僕だったら、仙台だったら萩の月っていうのとか、あと東京だったら東京バナナ、新潟とか長野の方だとなんかこう鳥のお菓子があるんだよとかね、なんかね、いろいろあるんですが、はい、今日はですね、山形のね、お土産のお菓子でございます。山形土産なんですが、日本の宿古生さんが作る楽焼きというものでですね、はい、もうちょっと開いてるんですけど、じゃじゃーん、こちらになります。このなんかね、クッキーみたいな、まあ、もなかのような、これが楽焼きと呼ばれるものでですね、正直これいただいた時に、あ、普通のクッキーかなと思って、結構いろんなところのお菓子食べたことあるから、で、食べたらですね、もうマジでびっくりなんだよね。なんかね、何がびっくりかと言いますと、これね、クッキーみたいなサクサク感と違うんですよね。クッキーとモナカの間みたいな。モナカって結構ボソッとしてる感じがあるじゃないですか。でもクッキーサクでしょ？その間ぐらいで、さらにですね、なんかね、ものすごい空気感を持ったお菓子になってまして、これはね、うまい。あ、こういうものがまだあるんだ、こういうお菓子あるんだっていう風にね、ちょっと感動しましたね。はい、ということでちょっとお見せしていきたいと思います。ピントが合わねー。はい、こちらでございます。はい、これがお菓子で、ちょっとパキッとありますね。ほら、サクッと割れるでしょ。で、中が非常にこう空気含んでる感じで、まあこう割った時のね、ほら、このサクッという感じ、もうこれだけで若干軽さが伝わると思うんですけど、いただきます。なのにめっちゃね、こうクリーミーな感じなんですよね。うまい。正直ダイエットしてるから食べないとこうと思ったんですけど、さすがにせっかくいただいたものなんでね、味わわないとダメだなと思って、一つ食べたらもう感動しちゃってね、もうこうやって動画でも紹介しちゃうぐらいっていうね。うん、これがうまい。はい、サクッと食べれちゃう、こちら楽焼きでございます。まあ、ちなみに皆さん、多分ね、動画見てる皆さんね、日本もいろんなところに住んでると思うんですが、このお土産というか、このお菓子マジでうまいから絶対食べた方がいいよっていうものをもしありましたら、コメント欄でお待ちしております。結構さ、僕日本のところ、日本のいろんなところに行くから、その地方地方で美味しいもの食べたいなぁと、ね、最近食べる系 YouTuber みたいになってるけど、食べたいなと思うんで、もしね、その参考になるものがありましたら教えていただけたらなと思います。ということで、皆さん今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。